この赤身がなくなるまでしゃぶしゃぶしてください。ちゃんと茹でてくださいね。これがねたまんないんですよね。はいどうもー、リュウジです。はい、ということでですね、今日もやってきました料理トレクッキングチャンネル。今回はですね、一応ね僕ね、その太らない本みたいなもん出してるんですよ、ね、低糖質でダイエットに効果的みたいなやつを出してるんですけど、もう僕の書籍の中でそれ一番売れてるんですけど、なぜそういうのをやらないかっていうと、ダイエット食ってバズんないんですよね。バターをもうバカみたいに入れたやつの方が全然バズるんですよ。 YouTube はね、いろんなものを出していきたいなと思って、まあ、今回はですね、ヘルシーで高タンパク低脂質ですね、低糖質なレシピをですね、今回皆さんにお届けしたいと思うんですけども、撮るのが4本目なんですが、めちゃめちゃ酔っ払ってるんですけども、健康に意識したものっていうのは酔っ払いながらやるのもなんか説得力に欠けると思うんです。だから今日はものすごいいっぱい飲みながら酔わずに料理をしていきたいと思います。はい、じゃあまず、ね、材料紹介いってみます。これ鶏胸肉です。 300g 今回使います。ニラなんですけども、これ1束分なんですけども、半束だいたい 40g ぐらい使います。はい、味ぽん、なんとねこれだけです。やっちゃうぜ。それでは早速やっていきたいと思います。グラスに適量の氷を入れてください。冷やしてあったズブロッカですね。はい、ズブロッカって皆さん何か知ってますか？ズブロッカね、ウォッカにね草を入れたやつですね。はい、草を入れたやつ、雑に説明するとそんな感じです。僕はいつもショットで飲めるように冷凍庫に入れてあるんですけども、炭酸をね入れていきます。はいね、ズブフィズですね。飲んできます。あ、美味しい。うん、僕んちめちゃめちゃお酒あるので、こういうのも紹介できたらなと思って、酔っ払いますね。これ料理研究家なのでいくら飲んでも酔っ払いません。アップルジュースで割ると美味しいです。それね、シャルロッカっていうカクテルなんですけども、ジュースみたいに飲めます。これお酒の豆知識はここのぐらいにしておきましょう。では作っていきましょう。ニラなんですけども、こんな感じでね、小口切りにしていきます。はぁ、疲れた、疲れた。皆さんも小休憩ね、やりながらね、やってくださいね。このニラをですね、ボウルにね、全部移しちゃうんですよ。こんな感じでね。ポン酢です、大さじ3杯。このね、生ニラポン酢ってめちゃめちゃ優秀な調味料で、ほんと焼いた肉にかけてもいいし、冷ややっこにのせてもいいんですよ。これすっごく美味しい。よくね、なじませてください。そうするとね、ニラがすごくね、ひたひたになって美味しくなるので、15分ぐらいは寝かしといた方がいいかな。ニラのXXをポン酢に染みさせていくんでね、なるべく薄く切っていくんです。なるべく薄く切っていきます。1ミリよりは薄く切ってほしい。なるべく薄く切ってほしいです。しゃぶしゃぶっぽくなるんでね、なるべく薄めに切るっていうのがポイントになってますね。はい、はい、こんな感じでね、沸騰した、お湯でございます。できれば、お塩ちょっと振ってください。塩味がね、ちょっとついてた方が美味しいので、グツグツ沸騰させてくださいね、これね。ああ美味しい。なるべくね、高い温度でやってください。これからね、鶏むね肉ポン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 入れていくので、すぐね、温度が下がっちゃうので、なるべく熱い状態でやってくださいね。酔っ払ってもね、料理解説できるんですよ僕。できてない時もあるんですけども、そういう時は見逃してほしいですね。鶏のしゃぶしゃぶをしていくんですけども、ばらけさしてかつ素早くやってください。あんまり火を通してしまうと硬くなってしまうので、1枚ずつ入れるんですけども、手早くやってくださいね。本当は元レシピは冷しゃぶなんですけども、今回は普通にしゃぶしゃぶとして召し上がります。こんな感じでね、お湯の温度下がってるんですけども、この赤身がなくなるまでしゃぶしゃぶしてください。ちゃんと茹でてくださいね。はい、まあ、それでいて茹ですぎないっていうのがコツになります。はい、これ難しいですね、これね。はい、もう僕はここで大丈夫です。はい、こうしたらザルに当てます。はい、それではですね、ザルに開けて器に持っていきます。よくね、水気を切ってあげてくださいね。先ほどつけておいた、結構ね、ニラしんなりしてるの分かりますか？さっきよりね。これをこのままね、かけていくんです。鶏むね肉茹でただけじゃんっていう感じなんですけど、これがね、たまんないんですよね。鶏のニラだれしゃぶしゃぶの完成でございます。はい、ということでね、早速食べていきたいと思います。いただきたいと思います。このね、ニラだれ。ニラだれをね、たっぷりつけて食べてくださいね、これね。はい。
ニラポン酢すげえなって感じですね。いやもう鶏肉もめっちゃ柔らかいんですよ。めっちゃ柔らかい。ポン酢ってずるいっすよね。冬だから茹でたまんまここに出してますけど、夏だったらねちょっと氷水でくぐらせて冷しゃぶにしてもめちゃめちゃ美味しいんですよ。これめっちゃ美味しいです。しかもコストもほとんどかかんない。僕は皮付きのままやってるんですけど、カロリーとか気になる方、脂質とか気になる方は皮を剥いても構わない。それでもめっちゃ美味しいです。本当に全人類やってほしい。あー僕がね、今から皆さんに料理の極意を教えます。愛情なんですよ、愛情なんですよ、愛情なんですよ。世の中に蔓延してる料理は愛情っていう言葉、その愛情っていうのは作る人から見てね、誰かに向けて愛情を持てっていうふうに教えてるんですよ。だから食べる人のことを考えて愛情を持てって言ってるんですよ皆さん。でもそうじゃないです。僕は料理は食べる相手を考えるんじゃなくて自分のために作ってください。本当にそれだけ言わせてください。料理って嫌いになったら一生嫌いなんですよ。でこの世の中っていうのは料理が嫌いなのにも関わらず料理をしてる人たちっていうのがものすごい多いんです。もうずっと嫌いで一生作り続けなきゃいけない労働になっちゃうんですよ。僕は料理作るのがものすごい好きなんで、料理ってこんな面白いんだよっていうことを皆さんに伝えるためにこのチャンネルやってるんですよ。自分の美味しいなって思うものを自分のために作ってください。ちょっと真面目な話になっちゃったんですけども、皆さんも楽しみながら自分が思ったような料理をしていっていただきたいなっていうふうに思います。よろしくお願いします。じゃあ今日はこんな感じで、そんな感じですでは皆さん、今日の動画いかがでしたでしょうか。今回のね動画面白いなとか食べてみたいなとか思っていただいた方、ぜひチャンネル登録をお願いします。